E25 キャラバン、エンジンオイルとねエレメント変えていきたいと思います。これね、前回の動画でターボがねダメだ、まあチェックランプをついて、でまあちょっとね日産で点検出したらね、まあホースが破けてただけで、まあ簡単にね修理できました。でまあ新車の乗り換えなのでね、まあ簡単な整備で車検を通していくのに、まあオイル交換だけねして車検を通していきたいと思います。多分前回も出してたんちゃうかな。まあ2箇所やってあげて引っ掛けて、でオイル入れるとこ見るとこですね。でこれ9って書いてますがね、多分 8.5 ぐらいでした。まあちゃっちゃっとねやっていきます。まずね抜けやすいように開けてもらって、上げてねオイル抜いていきます。でまずねオイルのドレーンがねここにあります。5ミリでピン、ここ外していきます。ちょっとねさまざまなピンがねあったので説明はできませんがね、引っ張って抜くとかね、プラスで緩めるとか、ここは緩めるだけでねかわしてもらったら、でオイルがね8.5 ぐらいなので、よいしょ、ドレーン14、まあ、こんな感じちょっと抜いてね、一回ね容器途中で入れ替えます。でね下ろします。これでねちょっと抜きます。結構ね上げたり下げたりして抜きました。ちょっとね上げた時にね少ない時にねカバーに垂れました。でパッキン変えて、ちょっとね後で綺麗に拭きます。で締め付けはね37、8ぐらいでいいかと思います。よいしょ、ちょっとねドロドロなので後でもう一回確認しますが、まあ大体ね37、8から40ぐらいでいいかと思います。でね今回はねもうこの横のカバーからねしていきます。これもねピン様々です。多分ねピン3本あると思います。ペロッとね、でエレメントです。前はねカバー外して見やすくしたんですが、今回はねここからいきます。で前回ね僕がエレメント締めたので、ね、まあちょっと重なってるかどうかちょっと分からないですが、大体ねここ思いっきり締められてます。ちょっと遠目からいきます。よしよし、柔らかいです。
エレメントはね、よいしょ、こんな感じです。でここにねオーリングあります。ちょっと清掃してから行きます。でね、まあ綺麗に清掃してもらって、このオーリングですね、これを外してもらって、よし、でシリコングリス、でこの溝をね、ネジの一番最後の溝と間違えるので、その下ですね、その下に入れて、で前回もね、これね、ネジの部分にねたっぷりシリコングリス、取ります。であとはね、エレメント。入れます。これでつけていきます。ちょっと清掃してね、清掃してつけるとこからいきます。で、締め付けはね、ケースに書いてます。2.5、25ニュートン。もうちょっとね、遠目でつける映像で。これでっかいやつのね、変換です。便利です。で25、まあ25から28ぐらい、あとはねカバーそのままでオイル入れていきます。とりあえずねオイル 8.5 入れていきます。で入れ終わってからね、ちょっと何分か経ってからね、ゲージ見て、今すぐ見てね、ちょうどなるんでね、もうちょっと上まで来たら OK ですね。5分ぐらいね、置いてからもう一回見ます。でね、今前回のオイルのシールを見たらね、9リッター書いてました。ちょっと上ですね。もうエンジンをね1回かけてしまうとね、オイルを見るのにね2、30分置かなダメなので、まあこれでね、もう OK としておきます。あと30分ぐらいね、エンジンかけていきます。でキャラバンの場合ね、ちょっとねエンジンかかり、グローね古くなってきたらね、ちょっと2、3回グロー焼いてからかけてください。でちょっとね吹きが甘かったのでね、あれそうだ、まあ垂れてはないです、大丈夫です。あとでねもう一回点検します。あとはピンと遠ミリ締めて OK ですね。でこっちですね、よし、見えてるかな、よし大丈夫です。あとでねもう一回点検はします。
ちょっとね、冬ね、GoPro のバッテリーがね、一瞬でなくなるのでね、ちょっとね、バッテリー不足のために、動画はね、これで、まあ、下ろして、まあ、最終30分ぐらい置いて、エンジン。で、エンジンオイルのね、量、もう一回確認して、します。今回はね、キャラバン、オイルエレメント。で、以前の動画を見てくれてる人は、まあ、タービンのね、配管ね、ちょっとね、僕もね、わからないですが、どこかの配管、変えてます。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。